言葉陰宮内教官文年間、清原幸信区内教、または言葉陰宮内教は鎌倉時代初期の女流歌人、新三十六歌船、女房三十六歌船の一人。父は右京圏大部原子校、母は後白河院の女房秋と言われる。兄に源の安光、源友近がいる。生涯については、はっきりしたことがほとんどわからない。 その火災によって、ゴトバイ院のメ飯に合ンの下に女房として出資、1200年から1204年までの短期間に、ゴトバイ院歌壇で活躍し、新古今和歌集以降の直線集、歌合わせ等に多数の作品を残している。以降の消息は不明で、無名称や小鉄物語の記述から20歳前後で溶接したとする説が一般的。 目打ち赤めて涙ぐみて壮らえける景色、限りなき好きのほども哀れにぞを見えけるさてその五百種の歌いずれも、とりどりなる中に薄く濃き延べの緑の若草に、後まで見ゆる雪の村木え草の緑の濃急スキ色にて、去年の降る雪の遅く徳生けるほどを押しはかりたる心映えなど、まだ叱らん人はいと思いよりがたくや、マスカガミ第一踊ろの下赤色花を、アフサカや木、 末の花をふからに、嵐そかすむ、関の月村、新古今若集巻、第二春化した148番左泉式部、暗きより暗き道に、ソイルぬべきはるかに、寺瀬さんのあの月見にくない教職下へぬたけの、橋六月咲いて積もらぬ雪を払、不臭百149番左諸ともに、苔の下には、口すして渦漏れぬるを見るそかなしき右層を待つ。 マカキの菊の宵の間におけまよフィロや山の輪の月百五十番、左物重いはさわの蛍もわが身より悪彼出るたまかと、そミる右から西木焼の片見や、滝田山チリやヘヌエラに嵐福なり、時代不動を合わせ。ありがとうございます。